どうも、はじまきよしろです。いや、まあね、そうね、まあ僕が YouTube 好きなんですけど、僕は YouTuber で、まあバーって言われるか動画投稿者でね、ゴミ汚いな。おー、重いのあったよ。いや、唐揚げ10個くらい食ったのにバチクソ腹減ってんだよな。それやべえんだよ。2時間前、3時間前食ったんだよ。病気だ、これは。うん。ということでね、はじまトーク。まあ、はじまのね、よくわからない、その、まあ、言語不自由者みたいなトークですよ。いや、はじまりまして。まあね、YouTuber で、まあね、俺のすげえと思う YouTuber を言ってく。うん。俺が好きな YouTuber を分けてく。うわ、この YouTuber 好きだな。ということで、まずは、そう。ネクストステージですよ。ネクストステージ編と、最初からぶっ込んでいくスタイルと。まあ、もうすぐ復活しますけど、俺、ぶっちゃけネクストステージの4人中3人好きなんですよって言うじゃん。いや、ヒカルさん嫌いなのってわけじゃん。禁断ボーイズがあんま好かないっていうか、面白いのかなって思う。編集は面白いけど、やっぱ、ネクストステージってやっぱ意外に、数字って人が多いんですよ。ピンキーさんが数字っていうのは、あんま表面的には思ってないんだけど、やっぱりその、いっくんさんとか、ラファエルさんとか、ヒカルさん、まあ、ピンキーさんも多分そういうところがあるんだろうけど、やっぱりその数字を気にしてるってところがあるらしいんだよね。まあ、なんでか、いっくんさんがね、その3の物語、バナナさんが誰かが言ってたのに、ああ、今日チャンネル登録者3500人しか伸びなかった、みたいな感じで言ってたんだって。うお、やばって。3500人しか伸びない。3500人もっていうのはすごいと思うんですよね。うん。でも3500人しかっていうのは自分に鼓舞をかけてるっていう意味でもあるだろうけど、でもすごいよね。うん。3500人しかっていう考え方。でもね、禁断ボーイズさんの動画、俺あんま見ないんですよ。なんか最近、なんかね、見ないんだよな、禁断ボーイズさんの動画さ。いや、面白いんだよ、編集は。見たいかって言われると、見たいとは思わない。うん。あ、でも面白い動画あるな、意外に。あ、でも意外に面白いのあったわ。ごめんなさい。面白いのあったということで、ネクストステージ編なんですけど、まあ、ラファエルさん。ヒカルさん編ということで、やっぱ今の時期にヒカルさん編を話すってやっぱタブーでもあるんですよ。今 YouTube 界でヒカルさんのことを話す。まあもうほとぼりは冷めてきたようでまだ冷めないってね。もうヒカル死ねえとか言ってる。ヒカルさんの良さについて、まあ、語りたいと思います。ですが、まあ僕はヒカルさんずーっと追っかけしてる。動画だけっていうね。どこにも無料オフ会なんか一回も行ったことない。行きますってアンケートで言ったけど、このね、超勢いある喋り方。かか、切れんねん。今、乾燥してる季節だから。やばいって、ピキンっていくんだよ。にって笑うの。にって、怖い。怖いし、なんかあれだよね。サブリミナル効果みたいでね。ぎって、急ににってなったらもうサブリミナルだよね。サブリミナル笑顔っていうね。まあ、新しい試みですけどね。いや、これはもうね、にっ、っ、ぼっみたいなね。ぼっみたいな。なんか、もう急に画像変わるくらいの恐ろしさはちょっとあるの。みたいなね。まあ、みたいな感じで。に、やめよう、マジで、このくだり。みんな飽きてるぞ。みんなもうすぐブラウザバックするぞ。うん。ヒカキンの動画見に行っちゃうぞ。待ってくれ。っていうことで。今日はテンション高いぞ。いやー、やっぱりそのね、ちょっと動画撮ってなかったっていう分もあって、うん、なんか動画撮れない理由じゃなくて、なんだか撮りたくないなーって思ったらもう欲が出た。今このベストタイミング。親がいないベストタイミングで、でもね、俺がですね、バチボコ喋ると、いうのがね、見えちゃうんだよな、玄関に。俺を虐待してるつもりないけどね、こういうの言われると、犬がかわいそうって言うかもしれないけど、ね、どうもできないんだもん。俺はその喋りたいからこうやって喋ってるだけだし、危害を加えてはないわけじゃん。じゃあ危害を加えないって言うなら、そこのね、扉を閉めますよ。本当にうるせえやつばっかでって言って、そんなコメント一回も来たことありません。被害妄想、わら。まあ、わらっていうのは、まあ、わらなんですけどね。笑う方じゃなくて、わら。しべ長者の方のわらなんですけど、まあ、ヒカルさんの良さということですごい離れてるよね。なんかここに、あ、ゲスト、ヒカルさんって言ってくんのかなって。来てくださいって言ってる。ガチャンってすごい開いてる、怖いか。開いてないんですけどね。はい。ちょっとね、早すぎるわ、展開が。まあ、ヒカルさんの良さ、やっぱ動画が面白いと思ってた時期があったんですけど、まあやっぱ皆さんがヒカルさんの悪さってところに聞きたいと思う。
ヒカルさんの動画自体が最近テンプレート化していると。まあ、開封して、店長に渡す、みたいなの繰り返し。で、提供動画も、みたいな感じ。店長との掛け合いが少なくなったんだよね。まあ、そこだよね、弱点。でも、店長との掛け合いの動画が絶対提供動画だと、なえるよね。でも、面白いけど、なえるんだよな。でもね、飽きない時はめっちゃ面白かったけど、なんかやっぱ勢いが落ちてきたよね。マックス村井さんとコラボしたせいみたいなのもあるけど、世紀をふーって吸い取られた。だからみんなコラボしてなかったのかもしれない。恐ろしすぎでしょ。あんな運気をふーって吸い取られて。レイジュか、まあ、ルフィのどこを吸った。レイジュか。いやー、これよくわからないツッコミ。よくわからないツッコミ。よくわからないツッコミ。いやね、よくわからないって言っちゃったかな。わからないってなんだ。わこつって言わないぞ。わからない。わからない。わざわざ。What's up? ほー！いや、今日ほんとテンション高いな。やばいな、ガチでこれ。通報されるぞ。ね。その、暴力的なコンテンツだよね。もう、俺の、この、こう、圧を、にゃーってね。100トンプレストークと名付けますわ。もう、プレストークですよ。これ暴力的なコンテンツだよね。この大きな声と、まあ、こんなんか、まあ、まじまじ見たら俺怖いわ。マジでこんな人がいたら本当に、ああ、早く出たいわって思う。ああ、もうちょっと、ああ、お腹痛いんで、もう一目散に逃げる、マジで。怖い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 。うん。俺も思う、怖い。こんなやついたら怖いよな。うん。先生とかでこういう人いるじゃん。なんだなんだなんだ、なんだ、ダーンみたいな。それ違う。ダードタームか。ドナルド・トランプ、ダードトランプ。だーっとだ、いや、ガチでボケてしかない。まあ、ヒカルさんのいいところっていうのは、やっぱりそのね、やっぱトーク、まあ、その、早く喋ってるだけじゃんってよくみんな言うんですけど、意外に面白いんだわ。その、ラファエルさんとの化学融合みたいな、化学爆発みたいなのが面白いんですよ。融合みたいな、化学反応が、化学反応が面白いんですよ。ラファエルさんが、その、いじめられてみたいな感じ。うわーもう、みたいな。うわーやりますわ、それ。みたいな、あの、冷めた態度ね。愛のある冷めたみたいな。ね。厚寒いみたいな態度が面白いんです。二人の雰囲気がギューンってなったとき、ビッグバンが起きるんですよね。やっぱ面白いですよ。二人は。二人が面白いんです。だから、ぶっちゃけ俺ね、YouTuber のサブチャンネルよく見るんですよ。なんでかって YouTuber、俺が見たいものって全部サブチャンネルにあるんですよ。意外にね。サブチャンネルの緩い感じで、その、ブテブテしくみたいなやん。俺、サブチャンネルめっちゃ好きなんだよ。YouTuber の。まあ、サンコイチは別ね。俺、サンコイチは好きじゃないんですよ。単純に、ね。顔がいいやつが面白いってムカつかない？面白くはないけど、でも顔がまあまあ、そうそういいでしょ、いいでしょみたいなやつがさ、顔がなんか真っ白のなんかキャンバスみたいなやつとかいっぱいいんじゃん。サンコイチって。サンコイチディスっていくぞ。あんま好きじゃないぞ。どうせいい人だろうけどな。どうせいい人なんだよ。どうせいい人なんで、俺がディスろうとする人、どうせいい人、人柄がいいんだよ。ディスれないよ、それじゃあ。見たい人なんてね、微塵も思わない。一刹那も思わないけどね、参考一なんか。とか言うと、俺めっちゃ参考一面白いわっていうのがね、3ヶ月後くらいに見れるんですよ。マジ最近参考一やっぱすげえわって言ってんだ。これがまたムカつく。ね。はってなるじゃん。サンコイチ、面白いわーみたいな感じで。キモって思うよね。俺で、だからそのなんですよ。ほんと時期がコロコロで、俺今サンコイチ叩いてるんで、多分次サンコイチ好きになるんですよ。古川さん。どうも、古川任三郎です。ドゥルルルル。古畑畑太郎だっけ？なんだっけ？古畑任三郎、俺好きなんですよ。オープニングテーマだけ。ドゥルル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 ドゥンドゥルドゥンドゥンドゥルドゥンドゥンっていうのだけが好きなんです。あのオープニングを見るために病院通ってましたからね。まあ、病院っていうか診療所じゃないけど、なんかそういうね、じじばばがいっぱい集まってくるところあるでしょ。そう、そこに、トゥルル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 って俺が行くときには大体行くときにやってるんですよ。フルニンが、フルニンってな。すごい略し方ね。あ、フルニン面白いねって。フルニンって。フルフル忍者。フルフル忍者列伝。あ、フルニン面白いねーって。あ、フルフル忍者列伝。違う、古畑任三郎って。うん、癖強いな、略し方。癖が強いとかじゃないな。もう、ちょっと、癖が強いとかじゃない、それは。うん。亜種だよね、それは。うわー、癖が亜種みたいなね。うん、よくわかんないな。ゴンゴンみたいな感じだからね。
ってゴンゴゴゴンみたいな感じだよ。ゴンゴゴゴンってわかる？あ、そう、うわーカーブ入れてきてなんでこうなるみたいな感じ。こうこうこっち行ってこうこうみたいな。癖が強いって言い方がまず癖が強いじゃん、千鳥さんの。それに癖がアッシュって意味わかんねえよ、そんな。やべえよそれ。うわマジそれ癖アッシュだわーって。やべえ、握手だの。これブライアンさんがよく使ってるんです。これブライアンさんがよく使ってるんですよって言って、ハンターハンター見てる人は、おーこいつハンターハンター知らねえんだ、ブライアンからそのハンターハンター入ったやつかって思うじゃん。知ってますよそれくらいね。あのドラゴン爺さんでしょ、めっちゃ強いっすよ。ドラゴンインパクトだっけ、なんもわかんないけど、めっちゃ強いじいさんでしょ、あのじいさんで、ね、ドラゴンインパクトで合ってるよね、合ってるよねって言い方、合ってますって言えって言ってるようなもんだけどね。言えって言いながらゲップした。いや光さんの良さまただよ。ゆなチャンネルに物申す、渡辺理さんに物申すに続いて、またそのバチクチョ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 喋るだけ。ダメだよねこういうの、ダメだよねこういうの、ダメだよねこういうの、うん、めっちゃテンションだから、バラリョンバラリョン、うーん、ガチでやばいやつじゃん。薬やった後動画出してますみたいな感じですけど、薬やってませんよそんな。俺薬できるほど度胸ないし、金もないし、何もない、ないな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 、ない。まず俺薬やんなくてもハイテンション出せるしな。うん、だからそのまあ不思議なタンバリンね、パンパンテンション、まあ不思議なタンバリンがマイクだとしたら、俺ももう特技項目にスーパーハイテンションってもうあるもん。もういつでも100の状態で出せる。チートやんそれ、それチートやん、そんな強すぎる。一旦でスーパーハイテンションババーンって強すぎだよね。なんかドラクエのなんかあれなくなって、あれってどれだ、髪の毛が、ずーっとろ、ずーっとろ、わう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 、ずーっとろ、ずーっとろ、ずーっとろ、わう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 、ずーっとろ、ずーっとろ、おとろ、ずーっとろ、ちゅー、おとろ、おとろ、ずーっと、ずーっとろ、ずーっとろ、ドゥ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 、ずーっとろ、ずーっとろ、うわ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 、ずーっとろ、ずー、やめよ、マジで近隣住民からなん、投石機でね、石投げられるから、窓にガシャーンってなるから、うん、投石機投げてくるぞ、すごいな、わざわざ投石機用意してくるあたりちょっとやべえよな、近隣住民、それはもうプロ近隣住民ですよ。いや、プロ市民みたいに言うな、いや、プロってつけただけやん、それプロ市民みたいに言ってないやん。ということでね、今ので結構ね、唾パワーをね、30消費させました。人間、通常にある唾パワーが100なんですよ。俺は水いっぱい飲むんで102くらいなんですね。2っていうね、2% 多いって、2% 多いか ?2% 多い。まあ、通常の人より僕は唾パワーが 2% 多いんですけど、今のせいでね、70になったと思うでしょ。まずね、今13分くらい喋ってるんですよ。もうツバパワーなんてね、とっくに入ってないんじゃこれ。入るもんなんだね、ツバパワーっていうのね。入るもんなんだ、ツバパワーって。あ、ツバパワーって入るんだ。いや、君の体で生成するのがツバパワーじゃないの。じゃ、ガソリンみたいな感じ？うるっ！ということで、まあ、こういう一人芝居、サイコパス芝居ですよね。これをね、ここら辺でね、カメラで撮るのは、朝銀女さんが YouTuber ってこんな恥ずかしいんだよ、みたいな感じの動画で。ここ両手で撮ってたみたいな感じでね、恐ろしいよね、この図。ここからの画面で見たらもう恐ろしいよね。下手したら18歳未満観覧できないかもしれないよね、恐ろしすぎて。やってることがもう精神異常者じゃん。もう喋り足りなくてっていう、喋りのドラッグ、おしゃべりドラッグ、ドラクタラタラスタラクタラベドンマラズボン、おじいお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 ズボン、いいおズボン、買ってるおじいズボン、おじいおズボンみたいなズボン、あーやめ、やめよう、やめよう、ラップなんかするもんじゃないぞ。散歩だぞねーんっていうね、最近ハマってるフレーズなんですよね。お願いします、そっそっ、プーてんだれんねー。いやー、でもヒカルさんの良さはとにかくトーク、ラファエルさんとの化学融合。で、あと、京変さんの面白さ。あとなんか、ぶっ飛んだ例えも面白いですね。うん。でも、カンタさんほどぶっ飛んで、
グミの味に例えてよみたいな、やばいでしょあんな、グミみたいって、肉、高級な肉食ってグミみたいっていう人やべえよね。だけどそのやばさで言うとカンタさんのやばさがその50、100だとしたら、まあ、カンタさんのやばパワーは、まあ、82くらいですよ。ヒカルさんが62だな、ヤバパワー。だから、平均値50じゃねえからな、ヤバパワーっていうのは。50じゃないぞ。普通だからな。うん、あー、やっちもうた。ボルデモ。名前を言っていけない。魔女狩り！プスプスプスということで。魔女狩りがよく分かってないんでね、あの斧が来てくれました。斧さん特別出演、斧ギャラ発生ということでね、まあ、ギャラはね酸素です。はい、恐ろしい時代ですよ、ね、酸素がギャラって、金くれ金くれ、酸素だけあげれるとマシやと思えやみたいな、恐ろしすぎるな恐ろしすぎるなみたいな。もちさん最近動画出さないよね。ちょっともちさん動画最近出してないよ。もちさん面白いよね。でもなんかテンプレなんだよな、やっぱりボケが。俺テンプレじゃないじゃん、テンプラでもないけどさ、ね、さらっとねクソボケ入れてくるからね。まあね、その自信のないボケはさらっと入れてけ。まあこれがね僕の師匠から、まあ、師匠っていうのはね、千早師匠からね教えてはもらってないんですけど、チンポコ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 、あっあっあっ、はいどうも、あこんばんちゃ。ある4人に物申すやつを物申してるやつを物申すやつを物申してるやつを物申してるやつの友達に物申すということで、どうもラレーロ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 、あーみんなに伝わらなくたっていいんです、だって貧変陰間だもの、はい、ということでどうも羽島恭志郎です。新しいスタイルということで、このような喋り方、え、なんだって、動画の途中で人格が変わるな、おいおいおよして、ちょい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 ということでね、ちょっと恐ろしいなんかボケ方ですよね。ちょっとなんか異次元、まあどうも異次元です。いやまあね、異次元いじけてんねよ、いじめてやるから。プシュッということで、ずーっとらつずーっとらつ、うわ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 う、ずーっとらふずーっとらふずーっとらふ、わうわうわうお、ずーっとらずーっとらずーっとら、わう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 、ずーっとらずーっとらずーっとら、わう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 、ずーっとらパッとらおっとら、ずーっとおっとら、おーおー、ずーっとずーっとら、わー、頭ポリポリ、どうも、ふけ製造機こと、はじまい、ふけろうでーす。いや、びっくりしたでしょ。ビッ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 ということでね、自分で編集しちゃう。もう、僕がね、3次元空間。今、動画撮ってるのが3次元。みんな見てるのは5次元。4次元が編集なんだ。でも俺、併用しちゃう。ということは、イコール7次元っていうね。お前は、ゆで卵理論か。なやそれ。ねえそれ。ということで、あのゆで卵理論さんというのは何かというと、筋肉マンの作者である、ゆで卵先生っていう人のね、理論がぶっ飛びすぎてると。それをゆで卵理論っていう。だからウォーズマン理論って言います。ベアクローを両手にして超人強度を2倍、そしていつもより回転を2倍かけることによって、さらに、そして超人強度400万、そして違う、2倍の高さから飛ぶことによって、さらに超人強度を400万にし、3倍の回転の速さにすることで、さらに3倍で、一時的に私の超人強度は1200万パワーになるっていう、ウォーズマン理論っていうんですよね。僕が持ってるのはロビンマスクです。
マスクよ。ロビンマスクのマスクを持ってます。だからロビンマスクって名前なんで、ロビンマスクのマスクを持っています。でも、ロビンマスクのマスクのコピーのマスクを持ってます。いや、ロビンマスクをかたどったマスク、ロビンマスクのマスクをかたどったマスクを持っております。これがね、日本語。ジャパニーズ語としては、ジャパニーズ語って日本語語になってんじゃん。日本語語ってね、やばいぞいやね、この動画を見たらね、皆さんね、その暴力的なコンテンツとかで通報しないでください。確かに恐ろしいですよ、こんな動画でみたいな感じでやってるやつ。いや、見たら確かに通報したくなる気持ちはあるけど、インターネットだからさ、ようつべだからさ、まだ変なやついるっていうので、ツイッターで拡散してくれ。それで、うえー、こいつ頭いかれてるよってね、ゆとり世代怖いよみたいな感じで、うん、ゆとりの反逆やみたいな感じでね、ぶっ飛びすぎてるもんね。だからその伝わんなくてもいいんだよっていうね、細かすぎて伝わらないんじゃなくて、荒すぎて見えないっていうね、荒すぎて、うん、荒いんですよ、荒すぎてね、キメが荒すぎてもうブッって感じなんですね。だからこういうことなんですよ、キメが荒いってこういうことなんですよ。はい、ということで何言ってるか分かんないけど、これマジックじゃん、これね、こうやってやったらね、ということで、これふざけることはやめます。ああ。頭ポリポリ、ポリポリーの3世ということで、ヒカルさんの良さは、ラファエルさんや恭平さんとの化学反応でしたということで、まあ、20分中話したのは1分くらいですかね。はい、全然話してない。今日もね、自分の私利私欲のために、投稿しました。ということでね。ぜひ、チャンネル登録よりも僕の全部動画見直してこいみたいなね。お前うざいな。お前上から目線や。それじゃあいつまで経ってもトップ YouTuber にはなれんでーっていうね。これがね、視聴者の意見。いないよね、そんなんね。いや、まず、うん、この僕の3次元空間には視聴者いない。5次元空間にのみみんないるんですよ。ということでね。だから僕は今7次元空間にいるということで、上から目線で言ってもいいのかなって思ったら、みんなはね、100次元とか2K次元とかね、いや飛んだな、1000次元、100次元とか1000次元とか1万次元とか言えんのかな、2K次元って。ね、それ、語呂悪いの。言いづらいわ。ということでね、エセ関西弁のエテコーでした。ということでね、次回の動画というよりも、次回の動画が出ないんだったら、そのね、僕の昔のね、なんかこれで、あとなんか、ウィン何々って書いて暗号みたいなやつも見てください。中には面白いのがあるかもしれないし、でも多分大体つまんないですよ。なんか適当なことでぼやいてるだけなんで、まあその中には多分ね、いろんな YouTuber の批判とかも、混ざってるんで、僕が有名になった時多分その動画消すと思うんですよ。でもね、その動画が消される前に、今その情報を全部コピーしておいて、あ、こんなこと言ってたって言って、僕が有名になった時に、お前、何々の YouTuber 好きって言ってるけど、昔嫌いだったよな、みたいな感じでね、つついてくれるネタとして今見てくれるのもいいです。だって、わかるでしょ。もうこんな、僕もうトップ YouTuber になるでしょ、こんな。ね。今、この、なるでしょ、みんな、この言い方、この言い方、メグウィンさんです、これね。なるでしょ、みたいな感じ。の、みたいな感じ。これメグウィンさんの喋り方。いや、何それみたいな。何それって、首かしげ、ドゥンみたいなね。マジックかって、首がポンって落ちるマジックか。できないんだなーって、こうやってやればいいのか。こうやってやればいいのか。DC! ということで、DC っていうブランド全然わからないんですけど、まあね、まあ、DC って言ってみたかったな、ということ。やめよう。なんかよくわかんないからやめ。キツネが通ります。ノンノン、これはキツネの形を模したと誰かが言った。腕の形、ノンノン、手の形、手の人差し指、入ってなかった。手の中指と薬指と親指を連結させた謎のポーズ。キツネと言われるけど絶対キツネじゃなくてツインビー、ツインビーはこっちだよ。ということでね、次回の動画も見てくれたらね、嬉しいな。次回の動画もね、今見てくださいということね。無理難題すぎるな。やっぱりもっとボケたい、もっとボケたいよ、もっとボケたい。次、後半へ続く。